ボンジューフランス、ナント在住のパリです。今日の動画はですね、うちのキッチンを紹介したいと思います。まあ、うちのキッチンというか、日本とフランスのキッチンの違いとか、あとはうちで使ってる食器だったり、あとはキッチン用品とか、まあ、そういうのをね、紹介できたらと思います。で、まずこちらのキッチンなんですけど、私たち家族はこの家にね、去年の9月に引っ越してきて、でこのキッチンとかね、その仕様は全部前の住人の人が全部こしらえていて、もう基本的に前の住人の方の趣味で出来上がったキッチンなんですけど、でこのキッチンのスタイルは、まあ、フランスでは一応クラシックスタイルって言われてて、結構若い人とかだとこのクラシックのスタイルはこう 古臭くてあんまり好きじゃない人が多いんだけど、で私は個人的にはね、好きです。で前住んでた方がね、60代のご夫婦で、まあ、だからまあその世代もね、あるんですけど、まあ、そういう世代の方がこしらえて作ったキッチンで、もうほぼというかそのまんま引き継いで使ってます。で何回か過去の動画に出てきてるんですけど、これね、冷蔵庫でもうビルトインなんですよ。だからもうこれはもう冷蔵庫は前の住人の方が使ってたやつをそのまま使っていて、まあ、こんな感じで冷蔵庫なんですけど、そんなにね、そんなに容量がないんですよね。今3人家族ですけど、まあ、3人4人でギリギリかなっていうサイズで、電子レンジも前の住人の方が置いてったやつをそのまま使っていて、こうすごいね、性能良くないんで、いつかね、買い替えたいんですけど、なぜかわかんないけど、温め2分とか3分とか設定しても、なぜか1分ごとに止まるっていう、そのためにこうリスタートを押さなきゃいけないっていう、あんまり使えないんで、いつか変えたいっていう。でこれ収納ですね。そこんな感じで、まずこう収納棚があって、でここにシンクがあって、これで大きくて良かったと思ってます。でこの辺のね、小物は IKEA で買いましたね。まあもともとこれが黒だったから、黒のやつ探してて、 IKEA にちょうどあったから買いました。でまあ、ここも収納なんだけど、もともとね、引っ越してすぐはゴミ箱をもともと前の家で使ってたやつ、大きいのをね、まあ、ここに置いて使ってたんだけど、この間ゴミ箱を買いまして、こんな感じで、こっち燃えるゴミで、こっち資源ゴミで、こういうね、こう引き出し型のやつを買ってここにね、入れてます。結構ね、フランスの家庭あるあるで、こうゴミ箱をね、こう見えないように収納してる家庭は結構多いです。まあ前のお家でもね、こうゴミ箱入れてたんですけど、まああとは日本だとね、ゴミ箱の数結構自治体によっては多かったりするじゃないですか、5個とか。でも私が住んでるこのナントだと、もうゴミ箱基本的に2個で足りるんですね。燃えるゴミと資源ゴミで、あとはその段ボールとか粗大ゴミはまあまた別なんですけど、まあ、日常的にはこの2つで足りるので、まあここに入れちゃってます。だからうちで使ってるゴミ箱はこの2つと洗面所にある1個で、全部で3つだけ。基本的に捨てたいゴミがあったらここに捨てに来るっていう、こう自ら捨てに行くスタイルだと、ゴミ捨てがめちゃくちゃ楽っていう利点があります。でここはね、食洗機ついてます。これはボッシュっていうメーカー、多分日本でも買えますよね。そう、ボッシュっていうメーカーの食洗機使ってますね。これももともと前の住人の人が全部やってたやつなんですけど、そうで、これはビルトインのオーブンですね。フランスはね、やっぱりあのオーブンはもうビルトインが一般的ですね。うん、なんか電子レンジはあんまり使わないけど、オーブンはあのフランスの家庭はよく使うんですよ。むしろ電子レンジとオーブンどっちかしか置けないって言ったら、みんなね、オーブンの方を優先するんですよね。そう でうちは IH なんですけど、まあ、このね、この建物自体築10年ぐらいなんですけど、まあ大体比較的新しいお家はもう大体 IH ですね。なんか昔のお家とか行くと結構ガスとか多いけど、うん、割と比較的新しいお家は IH が多いかな。で、まあ、これは普通に引き出し収納で鍋とかね、入ってたりするんですけど、この可動庫は、これ、どこで買ったのかな？どこのメーカーでこじられたのかわかんないですけど、こういう可動庫もたくさん収納できるようにこう考えられた収納が、こっちと、まあ、反対側も同じのがあって、まあ、こっちは調味料入れてたり、で、こっちは、なんか炊飯器とか、パスタメーカーとか大きいもの入れてたりします。
なのでこれも引き出し収納ですね。でね、これ最近買ったんですよ、冷凍庫あの冷蔵庫、もともとビルトインの冷蔵庫にその冷凍機能がついてなくて冷蔵庫だけだったんですよ。なのでそう、引っ越してから最近までずっと冷凍庫なしの生活をしてたんですけど、でも冬だしね、そんな必要ないから、まあ軽も大きくなったし、そんなにこう離乳食凍らせてとかそういうのなかったんで買ってなかったんだけど、出産の前にね、そう冷凍庫買いたいなと思って最近やっと買ったんですよ。そうで、この冷凍庫に、まあ、いずれね赤ちゃんができた時に、まあ、あの母乳保存したりとか、あと離乳食を保存したりとかもそういうのにね役立てたいと思って買いました。で、買ってきた野菜とかこう常温で保存できるものはこのバスケットに入れて保存してて、熟しすぎてきたなと思ったら冷蔵庫に入れたりしています。でも基本的にこの常温で保存できるものはこのバスケットに入れてますね。で、この釣り戸棚の中はこっちはですね、あのお茶とか、あとは朝食で食べるものとかを入れてて、あとはこうアペロのナッツとかそういうのを入れてて、でこっちの棚は主にコップを入れてまして、で上部にあるこのティーカップがですね、パートナーがパートナーのおばあちゃんからもらったアンティークの食器ですね。でこのアンティークのティーカップと一緒にお皿もね、同じセットのやつがねうちにあります。それもね普段から使ってます。でね、この右側の釣り戸棚の中にはこっちも普段使いのお皿ね、そうこれアンティークのさっきのティーカップとお揃いのやつと、あとまあ木のお皿とかで、これはこうラーメンとか丼用のやつで、でこっちにも平たいお皿とかボウルとかあって、こっちも普段使いしてるお皿で、あのこれがね私たちが日常的に使ってるお皿、全部食器類全部っていう感じですね。でね、普段使ってるキッチン用品を紹介すると、これは過去の動画で何回か出てきてますけど、フィリップスのヌードルメーカーですね。でこれで、まあ、いろんな形のパスタが作れるんですけど、まあ、こうアタッチメントがついてて、こういう平たいパスタだったり、こういうちょっと細めのパスタだったり、これはねシート状のパスタが出てきて、ラザニアとかそういうのに使えますねっていうアタッチメントがついてます。で私はよくこれでうどんとかラーメンとかも作ったりします。でこれはね、日本に帰っちゃったお友達から日本に帰国する際にもらったものなんだけど、炊飯器と、でこっちもストーブのご飯炊く用のお鍋で、でもこっちは2合炊きなんで、まあ、普段はねこっち使ってるんだけど、例えば3合以上炊きたい時とか、野菜とかを一緒にこう炊いてね、こう蒸して作りたい時なんかはこの炊飯器も使ったりします。でこのココットの鍋はルクルーゼなんだけど、直径が20センチで、まあ、家族3人でギリギリかなっていうサイズですね。まあ、4人家族とかだったら22センチの方がいいかなと個人的には思ってます。このね、ルクルーゼは日本にいた時から使ってたやつで、だからもうかれこれね、10年ぐらいはね、使ってるやつです。まあ、日本にいた時はね、一人暮らしだったから全然十分だったんですけど、まあ今はね、まあ、今は家族3人でもうすぐ4人になるので、まあそしたらちょっとこれだと足りないかもなと思ってます。でね、これはフランスで買った圧力鍋で、セブっていうメーカーなんですけど、こう野菜モードだったり魚とか肉モードとかね、まあいろいろあって、まあ便利っちゃ便利ですけどっていうのを使ってます。でね、これはね何のお皿かっていうと、タルトを焼く時に使うお皿で、フランスの家庭では必ず家庭に1枚はあるお皿、こう平たいお皿。日本だとあんまりね、こういうの日本だとこういうのあんま使う機会ないですけど、フランスはもう大体家庭に1枚はこのタルトの焼くお皿はねあります。でこれはねスペインで買ったパエリアを作る鍋、この平たいやつ、スペインでいくらだったかな、2、30ユーロぐらいで買ったような気がします。
はい、ということでうちのキッチン紹介だったんですけれども、いかがだったでしょうか。日本のねキッチンとだいぶ違うところとかあったと思います。皆さんのお家のキッチンで工夫されているところや、あと私のね視聴者さんだと海外に住んでる方もね結構いらっしゃいますので、それぞれのね国でまた違いがあったりすると思うので、よかったらねその面白い違いなんかをコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アビアントー。